青春は優しいだけじゃない。痛いだけでもない。原作、米沢ほのぶ。角川文庫から古典部シリーズ、評価。青春ミステリーがついにテレビアニメ化。それでは、主な登場人物を紹介しよう。物語の主人公、省エネをモットーとする、オレキホウタロウ。神山高校1年、古典部所属。瞳がとても印象的な少女、チタンダ・ベル。同じく神山高校1年、古典部部長。一見清楚なお嬢様。実は、とても好奇心旺盛な少女。巾着袋がトレードマークの福部聡。オレキホウタロウの友人で、同じく古典部所属。お調子者な好青年。童顔で小柄な少女、井原まやか。オレキホウタロウとは小学生からの腐れ縁、古典部所属。可愛らしい外見とは裏腹に毒舌な少女。監督、竹本康弘。シリーズ構成、ガトー商事。キャラクターデザイン、西谷太。音楽、田中康平。そして、アニメーション制作、京都アニメーションが送る、ほろ苦い青春群像劇。評価、テレビアニメーション。2012年4月から放送開始。